京阪バス、平方64号経路長尾駅京阪バス平方営業所は大阪府平方市にある京阪バスの営業所である。京阪グループ共通バスカードで印字される略称は、平、車用車に記してある略称は、倍である。2008年10月より館内でピタッパの利用が可能となった。敷地面積と最大収容台数は京阪バス中で最大であり、 200台強が収容可能である。所属車両台数も100台を超えておりこれも、京阪バス中最大である。対象的に営業エリアは、平方市東部と中部及び、北部の一部、八幡市、京田辺市の一部のみであり、それほど広くはない。ただし1985年に、洛南営業所から宇治、久美山、淀山崎、桂、武田駅西口、 京都駅八条口南地区の路線が平方営業所に移管され、1996年までは、京阪バスの営業所の中で最も管轄エリアが広かった。なお、これらの路線は1995年12月に廃止された京阪淀ド、カ駅東口線を除き、1996年2月25日より、ヨド、山崎、カツラ、武田駅西口、 京都駅八条口系統の路線名であった、淀ド山崎線を、カツラ系統の廃止で実態にそぐわなくなった、路線名称を、京都南部線に解消した上で再度落南に戻され、同時に後に分社化した、京阪シティバスにより運行されていたが、2014年4月に、京阪バスに帰り咲いた。ただし、当時と異なり再移管時は、京田辺営業所が、 2017年3月18日以降は、男山営業所の管轄となった後、2019年4月1日より、再々度落南営業所管轄に復帰している。なお、宇治ヨド線は、ヨド洛南平方落南、京阪シティバス京都京阪バスと管轄が移り変わっている。路線の管轄変更により、2007年に、八幡地区から臨時バスを除き撤退し、2010年には、 熊山町のって小バスも移管された。2009年11月には、平方村延寺線の一部を京田辺営業所に移管し、京都府内での平方管轄路線は減少し、穂谷口近鉄に田返還変換からも撤退した。逆にこれまで、高槻営業所の独断場であった平方、高槻線に2014年4月より進出した。京阪バスでは唯一、 圧縮天然ガスを燃料とする抵抗会社であるノンステップバスを導入していた。これには、平方市の補助金も出ていたバスが、それぞれ一台試験的に導入されていた時期もあった。しかし、2013年12月までに置き換えられて、CNG 車は全車廃車となった。最寄りの停留所は、他の口、総合スポーツセンター、平方車庫である。ただし、 平方車庫停留所は高速バス及びダイレクトエクスプレス自家急遽徒歩のみの発着である。当営業所は国道1号沿いに位置している。出屋敷線平方十九19号経路、深夜バス、平方市駅北口平方尊た園寺線、小台線、くずの花尾線やわた山崎線平方高月線、平方車庫所属の東京ミッドナイトエクスプレス。 京都号三菱不走車と日野車がほぼ同数で配備されているほか、伊須津車も若干数配備されている。なお運行上の区分けをされていない。中型長弱車及び中型車は、一時期京阪シティバスに運行管理されている路線を担当していた。夜行高速車両も3台所属している。その他小型車が数台ある。中型短弱車も1台あるが、 門間のそれと同様予備車であり、通常は使用されない。1990年代初頭より、平方市の片町千円線の藤坂東部地区に藤坂営業所を設置し、藤坂営業所に平方営業所から、平方東部地区と京田辺市の一部の路線を移管する計画があった。しかし、2006年4月1日に、京阪宇治交通を合併し、 男山営業所と京田辺営業所が自社の管理下となってからは計画が変更され2008年5月10日の京田辺営業所の平方市境付近への移転により藤坂営業所よりやや遠方となるものの新営業所を設置せずとも京田辺営業所の遺憾で代替する計画に変更したことから藤坂営業所の計画は中止となったこのため 平方東部地区の路線のうち、主に津田駅伊東の路線は2009年11月より、同停留所異性に直通の一部の便を含む大半の便が京田辺営業所に移管され、その後2010年9月には、葛野八丁尾線の大半も京田辺営業所に移管して対処している。なお、このうち津田駅伊東の路線の一つである。 津田サイエンスヒルズ線を2013年3月より、片野市域に延長した際には、一部の便を片野営業所が管轄するようになったため、この時点で同線に限り、京田辺と片野との共感となっていたが、津田サイエンスヒルズ線は2018年4月1日より、全便が片野営業所が管轄し、平方孫園寺線も、長尾駅及び松井山手駅発着系統を除き、 平方営業所の管轄に戻すこととなったため、一般路線バスは、片野市及および平方市の杉山で伊勢から撤退しているが、くずの八丁備線の管轄は継続している。ありがとうございます。